Rallies。11月17日、ノジマ T リーグサードシーズンが開幕しました。まずは11月17日に行われた記念すべき開幕戦です。2連覇中の木下マイスター東京と昨シーズン2位の琉球アスティーダが対戦しました。結果は意外にもオールストレートで木下マイスターに軍配が上がりました。第2マッチで勝利した水谷隼選手はワクワクも緊張もあった、いい結果で満足していますと満足げに振り返りました。続いては18日の岡山リベッツ対 TT 埼玉の試合です。第1マッチのダブルスと第4マッチのシングルスに水谷二世こと篠塚大人選手が出場しました。その篠塚選手とシングルスで対戦したのは岡山の上田仁選手。昨シーズンは不調により10月19日以降 T リーグの試合に出場していなかったため、今回の試合が396日ぶりの T リーグ公式戦復帰戦となりました。上田選手は正直コートに立った時泣きそうになったと感謝の思いを口にしました。同じく18日には木下マイスターと琉球が戦いました。開幕戦の再戦となったこの試合で躍動したのは全日本王者の宇田幸矢選手。ビクトリーマッチでは水谷選手との全日本王者対決を制し、見事チームに白星を引き寄せました。19日に対戦したのは琉球と岡山。前日に王者木下マイスターを下し勢いに乗る琉球は、キャプテンの吉村真選手、全日本王者の宇田幸矢選手がきっちりと勝利し岡山を下しました。20日の対戦では埼玉が3シーズン目にして初の開幕2連勝を飾りました。昨シーズンまでチームを牽引したリアム・ピッチフォード選手やウォン・チュンティン選手らを欠く中、主将の陣拓也選手、松平健太選手らが着実に勝利を挙げ、坂本監督も海外選手が来れるようになって誰を使ったらいいのかというくらい日本選手が強くなってほしいと発砲をかけています。21日には琉球と埼玉が対戦しました。新戦力が多く加入した琉球ではチーム内競争が激化しており、第2マッチで勝利した平野勇気選手も、負けたら試合に出られないというプレッシャーの中で勝ち続けないといけないと並々ならぬ決意で試合を戦っていることを明かしています。
21日、ここまで2連敗中だった木下マイスターは初めてオーダーを組み替え、1番のダブルスを水谷隼選手と田添健太選手のペアに変更しました。水谷選手は攻撃的なレシーブであるチキータや YG サービスを多用したプレーでダブルスを勝利に導き、チームの連敗を2で止めました。11月男子の試合の締めくくりは琉球と岡山の試合でした。ビクトリーマッチにも連れ込みましたが、今シーズンシングルス初起用の吉村和弘選手が初年度のビクトリーマッチで全勝していた守護神ぶりを発揮し、見事チームを勝利に導きました。これで琉球は4勝1敗の勝ち点12で首位に立っています。男子は12月4日の埼玉対琉球で再び戦いの火蓋が切って落とされます。Rallies.